でかっ、うわ、今日一 AK バス来た。皆さんこんにちは。今日はトアミ兄貴荒川でーすと一緒にブラックバスを捕まえに行きます。ただいきなりトアミ投げたら動画が3分で終わってしまうので、川に入ってね、こちらの網でガサガサをしてみたいと思います。お願いします。行きますよ。うわっ、捕まった。あ、すげえ絡まりますね。やっぱこれもう手にめっちゃ絡まるもん。これ逃げらんねえわ。おー、意外と綺麗ですね。おい、冷た、あ、冷た、意外と冷たい。この川温排水ですか？そうですね、この川は温排水です。上流の方が結構綺麗な水が流れてて、ここで温排水と混じり合って中間になる感じ。この下はまあまあ汚えってことですか？そうですね、まあまあ汚いです。あんま汚えとこの魚か、今日も。まずガサガサということで、怪しい草が覆いかぶさってるとこはめっちゃ可能性があります。下流に網を入れて、おらおら、お、入った。お、沼秩父ですね。こいつ何でしょうかね。沼エビですね。沼エビか。これも食べれるんですけど、今日は食べません。網をセッティングして足で、おらおら、入れ。うわ、めっちゃエビ入った。エビ超いるんだな。エビちゃん食べてみます。渋い顔をしてる。後半から玉川の味がします。前半は下水道の味がしました。マジで口がまずい。食べない方がいいです。クナムシよりまずいです。淡水のエビも生で食べると寄生虫がうじゃうじゃいるので、生で食べるのは絶対にダメです。くれぐれも真似をしないようにしてください、はい、ここに隠れてんすよね、魚が。待って、やばやばかき揚げできるんだけど。スジエビ大きいですね。この川グッピー取れるんでしたっけ？そうなんですよ、あのグッピー生息してるらしいです。マジか。グッピーはね、あまり寒帯性がなくてですね、外来種の熱帯魚ですよね。いや、エビしか取れねえ。魚いなそうですね。いないっすね。ダンゴムシ、ダンゴムシ草についてたのか。ダンゴムシ陸に逃がしたろ。草の下にいるかもしんない。お、なんかでけえ。お、あ、沼秩父か。グッピーはいないか。一回本気でガサってみます。うらぁうわぁ、ジェイシーしか取れねぇ。あ、いたいた、グッピーの目。おぉ、うわぁ、おぉ、いた。会いたかった、お前に。すげえ綺麗、やっぱグッピー。グッピー超綺麗、やば。このグッピーはですね、小学校の時に学校の前に水路にグッピーがいるいないで友達と殴り合いの喧嘩に発展したことがあります。そんな危険な魚、グッピーです。ほら、魚見えません？あそこか。そう、あそこあそこ。近づいたら逃げんだろうな。おら、お、取れた。おー、グッピー。こっちの方が色が鮮やか。あ、やべえ、クロックス流されてる。魚食べて完全にサンダルのこと忘れてました。こんな在来種いたらもう大好きになっちゃうな。うん、自分アマゴとかめっちゃ好きなんですよね。オレンジの斑点、うん、超綺麗ですよね。あ、ここにパイプがありますね。うお、うおー、おー、泥か。なんもいない、外れ。マジか。このこういうパイプがめっちゃ沈んでる川があって、そこを吹き上げるとナマズがめちゃくちゃ取れる川があるので、そこに今度行って動画撮りたいと思います。うわ、めちゃくちゃマンホールの香りがします。マンホールの穴に鼻を突っ込むとぬるい香りがするんですけど、それが今全力でここから流れ込んでます。いきますよ。おお、入ってます、入ってます。おおおお、バス来るか。バス、バスじゃない、バスでけえ。来た来た来た。おお、告知バス、通称スモールマースバスですね。アメリカ原産のブラックバスの仲間で、口がちっちゃいんですよ。まあ、結構流れの速い場所、日本だと関東とか東北の方に多く生息しているようなブラックバスの仲間です。今回捕まえた埼玉県だとリリースが禁止されているので、この個体はホモサビさんの胃の中に収まる予定です。こいつは大口バスと違ってですね、結構動き回るお魚なので、流れのあるところにいるってことですね。国内だと野尻湖で初めて確認されて、そこからまあ大体大口バスと同じルーツで全国に拡大していきました。お、めっちゃ真ん中行きましたね。え、なんだ、ニゴイ？あ、ニゴイとバス、ニゴイとバスだろ。めちゃくちゃ低い。おー、出た出た、出た。ニゴイは大取りリリースされましたが、2匹目。よいしょ、よいしょ。こうやってね、顎のここを持つことをバス持ちって言うんですけどね、いい映画撮ります。味はしないですね。じゃあ行きますね。またこの激流に投げます。
またバスだ。え、バスでこでけえ、やば。これがスモールマウスバス。見てください、この特徴的な虎柄、やば。ドボンと、あ、すげえ柄出てきましたね。この虎柄がね、特徴なんですよね。かっこいいんだけどな、お前たちは。本来は行っちゃいけないんだよな。まあ、駆除とは言いませんけど、釣るなら食べようと。魚はですね、流れ込みのところにめちゃくちゃ溜まるんですよね。活性が高いやつは特に。だからあの辺狙ってます。ドン。おお、めっちゃ綺麗に開いた。いや、入ってる感じはするけど。おお、バス！ここまで取れると困ってくるな。やば。今日多くないですか。こいつも取ったからには持ち帰ります。内臓だけ抜いて、あとは家で。ごめん、前をいただく。あ、行った、閉まりましたね。いいということはそこで学びました。硬いんだよここは。誰かいい包丁を俺にください。100均のギャラクシーじゃもう限界がある。いや、全部でかいっすよマジで。これサバイバルだったら燻製にして保存してるところですか。今日は家に帰って冷凍庫にぶち込みます。え、お、なんだなんだなんだ、今日一駅バス来た。しかも抜けかかってる。なんかお前すげえネギ星人みたいな顔してんな。おいしょ、でけー。そしてくせー。前回ザリガニで判明したんですけど、酒につけて冷凍しとけばね、匂いが皆無になることが分かったんで、その作戦でいきます今日も。よし、取れた。皮引くんでガッチリ取んなくてもいいんですけど、こことここだけ取れてればまあまあしっかり取りました。バスはですね、ここに背びれがあるんですけど、家庭科で使う針より鋭いんですよ。捌くときに危ないんで、先に調理バサミで切り取っちゃってもいいです。癖から一回洗います。自分が魚捌くときにね、一番好きな作業はこの腹骨をすき取るときですね。ジップロックに入れて料理酒をぶち込みます。一晩冷凍庫に入れます。お、お酒の匂いしかしないですね。解凍します。ちょっとだけ浄水場が見えますね。大丈夫でしょうか。もし一気に料理してね、臭くて食い切れなかったらきちいんで、2個食うのは。片方まだ溶けてないんで、こいつはまた冷凍しときます。表面に塩を振って水を抜いていきます。これで若干臭みが抜けてくれることを祈りながら、これでしばらく放置します。水が出てきたので拭き取ります。身がキュッとしました。今日はムニエルにするので、ここに小麦粉を振っていきます。オリーブオイルを敷いて、やべ多いかな、まあ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 、弱火ですね。乗せます。これでゆっくり焼いていきます。よいしょ、魚だな。めっちゃいい香りしますね。全然臭くねえぞ匂いは。味付けにこれ少量巻きっときます。素材本来の匂いを今回は確認したいので、少量で。よいしょ、あー、まあまあ少量だろ。ここにバター入れます。よいしょっと、あ、やべ、焼きすぎた。これでもうちょっと焼いていきます。めっちゃうまそうなんだけど。そしたら無駄におしゃれなお皿に盛り付けていきます。できました、コクチバスのムニエル。匂いはですね、皮の香りは1ミリも感じないですね。中の身が臭くない。一応外側から食べますね。ここ多分一番美味しいので、いただきます。なんかマクドナルドのナゲットの味がする。え、これ魚でしょ。チキンなんだけど、中の白いところ食べてみます。だいたい臭い場合はこの辺が臭いんですよ。いただきます。おー、全然臭くねえ。普通に美味しい。ああ、いつもこの炭酸を飲む音が後付けなんじゃないかって言われるんですけど、普通に飲んでるだけなんですよね。白身魚の中でもバスって結構好きなんですよ。汚いとこにいるやつは臭いんですけど、本来美味しい魚なはずなんですよ。だからそこのとこうまくどうにかして日本のスーパーで売ってくれねえかなって思うところではあります。バスは美味しい。ごちそうさまでした。